なまんだぶつなまんだぶつなまんだぶつなまんだぶだ一つ三段の本願不思議におおわしませばとて悪を恐れざるはまた本願ぼこり、ああとて王女可能べからずということとなまんだぶつなまんだぶつなだぶ佐藤正敏先生が表されました。 単二章論中」という5本をもとにしまして単二章を学んでおります。今回はですね、私たちが考えるところの第13条の冒頭の、まあ、表題のところですね、表目のところですね。佐藤先生のお考えでは、異議上々の第3条の冒頭の表目のところということになりますけれども。 えー、こういう意義について、えー、論じていきますよこういう意義がありますのでこれについて論じていきますよというタイトルみたいなところですねえ。ここについての考察であります。佐藤先生はこの、まあ、私たちが考えるとここの第13条についてはさまざまに論じていろんなあ視点から論じてくださっていますが。 その一番目の、えーえー、考察のポイントが、えー、ここのところここのところの中で何が問題になるのって言ったら「悪を恐れざる」とはどういうことなのかということです。で、えー、これはですねあ今から読んでいきますけれどもはっきり言って <laughs> の先生に指摘してもらうまではね絶対に <laughs> こう自分でこれを疑問に思うことはなかったと思いますね。ああなやっぱさっがやっぱりあの <laughs> 偉い先生に教えてもらって目からうろここういうことやってんやなって教えてもらうようなところですから知ってはる人にしてみたら何でバーガー不条なんかそんなことも知らねえのかっていうふうなことではありましょうけれども。 知らない人はですね、ここについて、あそのトピックね、話してるぜということじゃない人はですね、まあちょっとあの、えー、例えばなんか、テレビ見ながら読んでる人、見てる人、あテレビ見ながらちょっと難しいな、まあ、えー、なんか別のことしながら、私のこの YouTube 聞いてる人は、ちょっとその別のところを一回やめて、えー、そして、えー、今日のところはですね、えーまあ、ちょっと心して聞いていただけたらと思います。 まあ知ってる人にしてみたら、あの、バーカー今,それ知って今まで知らなかったのかよって話になるんだけれども、そうやけどそういうことではなくって、あこういうことやったやなあいうことについて、今までそんなことを注意してなかったっていう人は、ちょっと他のところは置いといて、この動画を視聴してもらうなり、 あるいは「単二小論中」のここの部分、えー、っと私が持っている平成4年の改訂版やった325ページのところを、えーまあ、読んでいただいたらええかと思います。まあ、読んでいきます。えー、1悪を恐れざるとはどういうことか、えー、異議の標目の大筋をたどってみよう。未だの本願不思議におわしませばとて悪を恐れざるは 中略して「往生可能べからず」ということ、ね、ここの悪を恐れざるってそれは何がどこが不思議でんねんそれ,はそれはなでトピックになりまんねんって話になるんですけども、まあ、そう思っている人は,は世の中に多いんですよとまず佐藤先生はそうおっしゃいます読んでいきます悪を恐れざる人は往生できないと異議者は言う 悪を恐れざるとは一体どのようなありようを指しているのかしょちゅうには悪を恐れないあるいは悪を犯すことも恐れない、えー、という現代語訳を当てるだけでどのようなありようを言うのかについて述べていない、えー、自明であって 解釈不要とせられていると私もそう思っていたわけです。ね、な別に自明のことやわけ。だからもう別に読まんでも明らかなことや、ね。悪を恐れないとか悪を犯すことも恐れないというようなそういうことでしょってそれ以上解釈不要だよねだけどね。だけどね。<laughs> 「を <laughs>、えー、恐るとはどういうありを言うのか」「<coughs> ほにゃららを恐るとはどういうありを言うのか」えー「ここでは悪を恐る」ことね、えー、これはどういうありを言うのか、えー、山田忠雄氏は「を恐るの」の語義を巡って「根若物語集のお要例を検証しつつ大、えー、略次のように述べている。 でえ「恐るは」は、えー、漢,漢文訓読系の語であってでこれについて「に恐ると」を恐るという二つの用法がありますせとほい <laughs> で。これ意味が全然違いますよということをこれから論じていかはるんですけども。 えー、私なんかはこれ一遍和さんのことをずっと全部こういう動画で撮って、えーえー、浄土和さんから正蔵松山さんまで一応はまあ動画で撮って出してるわけですけどでその中でこれに類するものは「に奇妙せよ」と「お奇妙せよ」の問題ですねで「お奇妙せよ」と「に奇妙せよ」ということになるとこれ意味違うのかなと言うて 二と親が使い分けたかれかなんか違,う違いがあるんちゃうっていうふうに思いがちやけども、えー、主に元にした高木俊一や俊一和上なんか新俊一和上なんかちょっとわからないけれども、えー、その詳しく書かれているご本によりますと二期せよとおをきせよの間には意味の変わり目はありませんよと、えー、全く同一に扱ったらいいですよということでした。 えー、しかしこの「恐る」について言うと「に恐るとお」と「を恐る」では、えー、こう意味するところは全然違いますよということですね。でどう違うのということです。でえー、じゃあ「に恐る」っていうのはね、えー、恐怖、威夫、幾、苦、えー、く、えー、ククの「いである」ということですから。 まあ別に誰でもいいと思うんですけど、えーまあ、学校の先生が怖いとかね、それから、えー、上役が怖いとかね、それから、まあ、ちょっと弱いような人がね、<laughs> が怖いとかね <laughs>、えー、だいたい想像ができると思いますけど、ふにやららが怖いとかね <laughs>、えー、そういうような意味が、これがに恐るということですよということです。そんなら、えーえー、じゃあ 恐るということはこれどういうことなのっていうことですね。こっちの場合はね「を恐る」の方は、えー、前途を心配するで憂慮すべき事態の失礼することを心配するの「意であるということですね。 えー、つまりですね、に恐ると言ったときには、私はほにゃららさんが怖くてしゃあないわけですかそのホニャララさんのことは誰でか言うのはちょっとやめておきますけど、今現在進行形で怖いわけですね。で、そして、お恐るの場合はですね、これ例えばほら、老後 2000, 年2000万円問題。まあいろんな人でしゃべってと2000万円では足りんのんちゃうよって言われるんですけれども。 えー、まあそうかなという感じですよね。今から世の中ね老後2000万円問題言うてね、えー、これからどうなっていくんでしょうね。でてね前途、えー、たなんでんなってね、えー、こ,うこれから、えー、老後怖いよねっていうねそれがを恐るということです。<laughs> で、そんな意であるということやから、こう意味違うよねということです。で、漢文訓読系いうことやから、に恐るというのは、例えば恐怖の恐であったり、恐怖の負であったりするような、そういう漢字を訓読するときに、に恐るというんですよ、ということですね。 で、えー、そして、じゃを恐ると言った、老後2000万,2000万円問題みたいな時の、をを、えー、恐るというふうに、漢文コンドクから漢字が、えー、こう、必ず考えられなければならないけれども、えー、これはですね、えー、配慮するとかいうような字の中身が、えーごえー、ち,ちょっと、えー ちょっと違うような感じの、えー、今,日本今の日本語であんまり使われないような感じですね。憂える、えー、心配する、おもんぱかるとかやっような時の、えー、そういう感じをこう訓読する時に、えー、お、恐る言うて、えー、訓読をしてでこの時は,、まあ、とは先のことを心配するみたいなそういうふうな えー、にしてるんですよと、えー、そういうふうに、えー、こう各助詞ですよね「に」とか「お」とかであれを使い分けることでもって、えー、その意味の違いが明確に出てきますよということですね。でまあ漢文訓読やかはもちろん漢字そのものも違いますよということです。同じ「恐る」なんだけどねっていうことですね。で、えー、その山田先生がですね 老後2,000万円問題系の方の「えー、恐る」について「根弱物語」で「恐、え、る、ー」を一つ出しておいでになりますと。でその「妖霊」どうなんですか言って言ったら「鹿、えーえー、ひざまずいて妄作我は毛の色を恐るによって、えー、年頃年来、えー、深き山に 隠れたりりとありますね鹿ひざ,ひざまずきて猛く我、えー、毛の色に恐るによりて、えー、年頃深き山に隠れたりということです、えーまあ後から出てくるんですけど、まあ、基本的に考えたら変わった毛の色の鹿なんでしょうねで えーだから、えー、人間に見つけられたら珍しいさがいて捕らまえられてで殺されてなめしが愛されるのは怖いとそれにしても叱ってどうしてそのしゃべるのって膝ざきまずきということやから自分よりもかなり目上の人に対していうことですよね。 そういう霊を持って鹿がにそんな霊を持つかな三個の霊を尽くすかなっとそんな思いますよね。あのね霊を尽くすかなと思います。ひざまずくかなえとつかんと思いますしねそれからあの人間の言葉をしゃべるかなと思うんですけども、まあ、そこが「根尺物語」ということですね。物語ですからね。 でえー、そのお結局しか何を恐れるか何を恐れてるかと言いますと自分の毛の色がですね自分のお毛皮の色が、えー、非常に変わった色やから、えー、それを、えー、見つけられて殺されるんじゃないかということをしょうそういう将来像を、えー、自ら、えー、描いて。 でこれ見つけられたら殺されるぜっていうのでこう将来のことを憂慮してるということですね、えー、まさにおもんぱかれか憂慮してるわけですさ。憂えて取り越し売ろうかどうか分かんないけどもまあ先のことを心配してますよということですね、えー、だからまあ言ったら老後2000万円問題ねこれがお恐るで、えー、私が怖いホヤャラさんは 私は今夜の朝怖いんやいう時には「に恐る」というふうにそんなふうにこう言っうてるんですよということでその「を恐る」の妖霊がまさにこれですよってね人間に捕まえられて殺されるんじゃないかと言って先もって自分の将来をおもんぱかってるっていうことですこの鹿はですね世にも珍しい旧色の毛を持っているので <coughs> まあ、生色では足らんだけどのようなね、えー、色とりどりの毛を持ってるので捕らまえられたらあかんのやないか言って先もって心配してるということですね、えー、山田氏の山田忠夫先生の指摘に従って悪を恐るは悪に恐ると区別して、えー、返されねばならないと。 これは私たちが考えている第一条にも出てくるということでしょうあ出てきますね、はいえー、悪をも恐るべき恐るべからずでねこう,こう出てきます第一条私たちが考えている第一条にも出てきますからねで、えー、そんなわけですから悪を恐るとは悪しき行為そのものを恐怖するのではないということですね 悪を恐るというのは悪しき行為そのものを恐怖するということやないということですねでで。で、そしたら何なのって言ったら、悪しき行為の将来像を恐怖することだから、その合法、報いですね、を恐れるということなんでしょうね、えー。つまり、悪しき行為の前途を憂慮するということですから。 悪しき行為がううべき過、えー、保をもたらすことを心配するっていうことですね。で悪しき行為がもたらす憂慮すべき事態というのは、えー、こう地獄行くとかね、えー、ワンちゃんになるとかねあでもなんか金持ちの時のワンちゃんやったら悪くないなと思わんでもないですけどね、えーえー、ガキ道に落ちるちょっとこれは叶えいませんな。 えー、そういった三幕道に落ちるというような将来像を憂慮するときに悪を恐れるということやから,だからここで、えー、悪を恐れざるとは悪しき行為がもたらすであろう家法を憂慮しないということが悪を恐れないということだよということです、えー。従いましてここのですね 未だの本願不思議に終わしませばとて悪を恐れざるはという時の悪を恐れざるここはですね悪そのものを恐れているという現在進行形の今の悪を恐れないということではなくてその悪による将来の過法を悪い過法を恐れないということが <laughs> ここの悪を恐れざるはというところの えー、意味なんだよっていうことです。えー、それは「勝手気ままに、えー、悪しき行為をなすありようとは異なる」えー「悪しき行為をなすことを恐怖しない何とも思わないというのではない」悪しき行為を はあくまでなしてはならないとされているしかし悪しき行為の報いについてえくよくをしないといった利用である悪を恐れざるは本願ぼこりやから往生できひんよってなのはこれは悪しき行為の報いについてくよくをしないといった利用であるということですね。 えー、ここの第13条が冒頭に出てくるのは悪しき行為の報いについてくよくよしないということですよと。でこの悪を恐れないということについては先ほど言いましたけど「単二章の冒頭が第1条に出てきます「ミ、え、来、ー、の本願を神前には他の善もようにあらず」言うて言うててその次で「 えー、悪をも恐るべからず、未だの本願を妨ぐるほどの悪なきゆえにと言うてね、私たちが考えている第一条にも出てくる悪を恐れないと、ここにまた出てきましたよね。ああ、そうか。私たちは第一条に出てきたものがまた第十三条に出てくるというふうに見ますけれども、佐藤先生は、えー、い異上の第三条に出てくるこの悪を恐れざるというところは、 親鸞承人の五六のところに出てきます「単二章の、えーえー、こう第一条に出てくるあの悪を恐れざるとリンクしてるんだよっていうふうに考えていかれるということかと思います。ね、ここは、まあ、佐藤先生と私たちの見方が違うところであります。まあ、いずれにせよですね悪を恐れざるとか第13条のここの冒頭に出てくるのと第一条の冒頭に出てくる。あの 1> 第1条の中に出てくるのと悪を恐れざる悪を恐れないということについてはこの2つねやっぱりパラレルに考えていかなきゃいけないよねということですねでこの箇所はつまり第13条のこの箇所は阿弥陀仏の誓願を信じているならば己の悪しき行為の報いを憂慮する必要はないいかに悪しき行為のいかなる報いであろうとも 阿弥陀仏の請願の働きを妨げることはありえないからといったほどの意に返されるべきであろう。もう一回読みます。えー、いかに悪しき行為のいかなる報いであろうとも、阿弥陀仏の誓願の計らいを妨げることはありえないからといったほどの意に返されるべきであろう。 ここではなぜ己の悪しき行為の報いを憂慮しないで済むのかが語られている。えー、いかに悪しき行為のいかなる報いであろうと、えー、阿弥陀仏の聖願の働きに出会えば何者でもありえないからだと親鸞は言うと。あまあ、ここもそうやし 1> 第一条でもこういうふうにおっしゃるのであると言ってはるということですね。悪そのものを恐れるということではなくて私たちついつい悪そのものを恐れているというふうに読んじゃうところがあるけれどもこれはこう悪,を恐れる悪に恐れるというこの要例を考えたときに 悪そのものを恐れてるってことでなくて、悪の報い、悪による悪い過保を恐れるということであるということを、まあ、教えてくださっているわけです。だからまあ日常的に私たちの中にもありますよね。私たち輪廻転生ということはまあ考えてないんですけれども、えー、じゃあどんなふうにしてこんなことあるよねって言ってるかと言いますと、まあ、罪と罰ですよね。えー 真、まあ、とクライムと言うともいいでしょうね。真、えー、とクライム、えー。まあ言うたら罪と罰。うんなん、て言うんだろう。私たちはやっぱ罰を受けないように生きてるわけです。で、えー、罪、宗教的な倫理的なあ罪というものについて、 もう恐れてないわけではないんやけどどちらかというと皆さんどうか分からないけども私は私を取り巻いてる人なんかはどちらかというとその倫理的な罪はあまり恐れてなくてで警察に捕まるとかねで社会的に罰せられるとかいうことでねそういう,こう罰のところを怖がって生きてると言えます。 実際そういう人い張ってねやっぱりよう嘘つく夫婦がいるんですけれどもようようこんだけ嘘つくないうような夫婦がいるんですけどこの人はね絶対にね証拠が残らない文脈においてのみそういうシチュエーションにおいてのみやっぱねやっぱ嘘ついてますわ。まあ客観的に文章として残るようなことは絶対しませんし第三者がいるようなところでも絶対に嘘はつかないんですけどしかし。 何、えー、て言うか第三者がおらんで文の時の話し言葉においてやっぱねこう意図的に使い分けてるんですがで、うん、自分が仏教徒としてどう生きてるかっていうことになるとそれはさっき自分はその恐れてないとか言ってあの罰は、えー、恐れるけど罪は恐れてないみたいなことちょっと言いましたけどね。 まあ、かかどう言うてもこういうてもねやっぱ多少は仏教徒的な色彩も持ってるんでそしたやっぱね誤解の中の不毛語とかいうことはどうしても自分の中にありますわ。で、うん、こうやっぱりねあ浄土真宗からも関係ないやてそ <laughs> んなもんではないと思いますからやっぱり自分の中でどうしてもやっぱ、ね、不毛語っていうものがどうしても引っかかりがあるんでなかなかやっぱりねさっき言ったことと矛盾しますけどね やっぱね、うーんやっぱちょっとやっぱり、そんなふうには自分はできないかな。で、えー、だけども、そんなふうにしてあの、真とクライムっていう形で言ったときに、ちょっとやっぱり自分でも今言うたようなことであの、真のところをですね、えー、罪のところで、やっぱり生きてるところもあるんやけど、 しかしやっぱ大きいところで考えた時には罰を恐れて生きてるかな。うん、で、えー、そんな風に考えていった時に、やっぱりね、えーえー、悪そのものを恐れているのか、悪にのをを行うことによって、えー、苦なる過法をが来ることを恐れているのかということはね、やっぱ確かに重要な問題だし。 それを、まあ、あの真とクライムっていうふうに罪と罰っていうふうに書き換えていった時にまさにみんなにとってやっぱりね関わっていく問題になってくるんじゃないかなと思うんです。で従いましてここの悪を恐る悪,悪,あ、ね、悪に恐るということでなくて悪を恐るということについてねこれどういうことを言ってはるのかということはですね やっぱりねやっぱりあの心して、えー、この違いをやっぱり注意して読ませてもらわんなんということですよね。で、えー、そういうことなんでそんなことをあのこの先生に教えてもらうんだちっともそんなことは考えることはなかったんでだけど、ねえー、そういったことをですね学ばしてもらってやっぱり偉い先生の本読むのってとっても素敵で大事なことだよね、えー、いうことを教えてもらったわけです。 ねえー、そんなことなんで、えー、今日はこの「歎二、えー、章の第13条についての佐藤先生の第1のトピックのところを学ばせていただきました。えー、今日のこの動画はこれで終わります。